久保ささん、アカシアさんまでしたか、まあ、誰が言ってもいいんですけどね。だから結局でもそれってまあ本当に余力がないと無理だと思うんですよ。でもそれマザー・テレサだったらどうなんですかね。余力がなくてもああよかったみたいな。それで救われたんだったらで自分が破滅していくっていう。自分が破滅してでも相手が幸せになれればその自分の破滅は関係ない。自分の破滅ですら幸せだと。まあ、破滅なんだろうな。自分が地獄に落ちていっても うーんだからそれはね、結構ね、レベル高いですね。自分が地獄に落ちても、相手が幸それで幸せになれるんだったらいいっていう。でも僕はね、無理ですね。すいません。そこまでには、そ,のそこまでの大人にはならないですね。自分は地獄に落ちたくないですね。<laughs> そこは自分は守ります。だって自分が地獄に落ちたら生きていけないですもんお金なかったら生きていけないんで。そう。だからそれは僕は自分を守りますね。 で自分を守った上でまあ自分の許容範囲で守れる人がいるんだったら守るっていう久保さんも今ねあの大和くんだったら家族は守るけどもじゃあ全世界のね家族を守れるのかと貧困、ね、久保さんのもとに生活保護でいろんな悩み来てでその生活保護のねお金の悩みに対してじゃあ国に代わって俺が支給してやるよっつってね守れます だ守れる人って、まあ多分一部だと思うんですよ。でもそれ一部でいいと思うんですよね、僕は。うん、全員はもう難しいと思うんで、さすがに。でもだから一部ですら守れないんだったら一部ぐらいは守れるようなようになればいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。ままず自分を、自分を守る、自分の血がつながってる人を、まあ家族をね、に、まあ親孝行するとかね、まあなんだ、恩返するとか、守るとか。 まあそういういいここととがでできるるぐらいにまずはなるってことですねでそれ以上の経済力があるんだったらビル・ゲイツみたいになる,あるんだったらなんとか財団っていうのを立ち上げてなんか財団作ってなんか法人なん,かなんか活動すればいいじゃないですか基金集めればいいだろうしじゃあ僕ビル・ゲイツにはちょっとなれないのでそんななんとか基金とかできないですけど、まあ、自分の身内はあのーまあ、これからも親孝行できるように。 まあうちの親父にね車買ってまあクレジットカードも渡して ETC カードも渡してあのガソリン代僕が払ってるし保険保険代も車検代も僕が払ってるしだそれぐらいはねできるような財力はちょっと頑張って稼ぎますけどねうんでもそれが僕はできるからあの死ぬ前にね親父がいろんなとこ今車でね僕がプレゼントした車でいろんなとこなんか行ってる。 思い出作りしてますけどもしそれが僕財力なかったらねいろんなとこ行くにしてもガソリン代今高いですからガソリン代のこと気にしたりとか高速代のこと気にしてどこも行けないじゃないですかどこも行けないっていうのはあれですけどでも気にせず行け行きますよねうんただからそれただなんだからガソリン代こんだけガソリン代上がってるのにガソリン代ってただですよ <laughs> ガソリン代ただにしときましょうかいってらっしゃい